ジャパンシクロクロスシリーズ、第4戦、東北シクロクロスプロジェクト佐賀ラウンドのコース出走します。スタートは例年通り舗装路で始まります。まあ、ここまでがスタートループになるのでね。まず1コーナーに向かって走っていきます。フィニッシュライン過ぎて何目だろう。1回計測のコントロールラインここで通過します。こっから1コーナーまで口でどのくらいだろう、200メーターぐらいあるのかな。カサカサしてる。最初のコーナーは舗装路をまっすぐ行って左の芝生へ入ってきます。ここも例年通り。あ、でもさっきより全然走りやすい。やっぱり何台か通るだけでも随分走りやすくなるね。でもう一回芝生に。なんかさっき中ブラで走った時より軽く転がる感じがするんだけど。あ、こっちか。ピットの横だね。いや、ピットレーンじゃない、こっちが本線だよ。うん。まあ、ダブルピットなんだけど、ちょっとなんか、6対4ぐらいの時間的な特徴になるのかな。こっちの池の向こう側でパンクしたらちょっと大変だね、これ。丸石がいっぱいあるんで、ここはちょっとパンク細心の注意払って走りたいね。ここでパンクやっちゃうとちょっとピットまで距離があるんで、うん。あとね、右側が穴になってるんで、ちょっと無理な追い越しは注意だね。穴っていうか溝か。で、今スタートから、見える反対側の対岸、ボート上の、反対側のエリアに出てきてます。これなんかさっきのタイヤの組み合わせより軽いよ、こっちの方が。で、シュラクチューブレスのエッジ前後履いてんだけど、さっき、まあ、空気圧高い、まあ、体が馴染んでないせいもあるんだろうけど、なんかこっちの方がデコボコ進む気がするな。タイヤのパターンのせいかな。まあ、キャンバー走行とかなくなったんで、結構思い切ったタイヤ選択もありかね。サンドタイヤでもいいんじゃないの、これ。ひょっとしたら。
今度ボート乗り場のさらに反対側、いわゆるバックスルーと走ってます。こっちは芝生の割と真っ平らな、綺麗な芝生、芝の長さも意外と短いです。なんかゴルフやったりとか野球やったりとかそれくらいで芝の長さ、砂利道に一本道ができると思う。ちょっと速く走りすぎじゃないの？路面見えないでしょ、それだと。明日疲れたって言うなよな。滑りとか分かんないじゃん、最初からダーッて走っちゃったら。試走の時ってさ、あのレースのレコードライン走ってもしょうがないんだよ。そんなのみんな走るわけだから、レースの時に。むしろなんかコースの全体どっからどこまで使えるかとかさ、そういうのチェックしとかないと、試走の時に。レース始まったら人が走ったとこ走るしかないので、さっきもなんかね、でかいよな。獣石ぐらいの石が埋まってて、それを取り除いた跡が穴になってることがあるんで、ちょっと追い越しとかの時にそういうところに入らないように、その時によくチェックしてもらえる。堤防じゃないって言ってた。もう一段なんか堤防があって、で本部のそばで、試験員、いつものジャイアント試験員、多分30センチぐらい。その後階段まで距離がないからどうすんだろう。すぐ階段なんだよね。
でも全部担いでくるにはちょっと距離が長いかな、少し。すごいな。で今年は舗装路下って、奥まで2回折り返しが入るのか。最終コーナーなのかな、80パートね。ゴールまでは十分スプリントできる距離あるね。はい、これで1周。